こんにちは、ハラペコツインズ姉のカコと妹のアコです。今日食べるのはこちら、揚げないエビ天風ご飯です。これも揚げやんでエビ天っぽいのが食べれるみたいなのがあったから、うん、天かすって万能、うん、ね。では早速いただきます。エビ天や、エビの食感が残ってるちゃんと、うん、すごい。で個人的にもつゆだくでもええな、ほんとつゆだく好きやな。めっちゃ美味しい。このむきエビは量が多いから冷凍を使ったんやけど、うん、調べたらなんか小エビとかやったら別に背わたは取らなくても大丈夫みたいな書いてあったんやけど、うんうんうん、なんかめっちゃ気になったからさ、た方がいいんかなと思って取り始めたんやけど、もう果てしなすぎて、もう量がそんなんや多分、うん、ちっちゃくて。でもなんか途中でなんかジャリって言わんかったらいいんやもんなって思って食べてみたら全然やんくて普通に美味しくて、うん、うわ意味なかったこの作業と思って。大丈夫、あの時間はね、プライスでしてるから、そうね、背わた、うん、ちょっと取れるようになったってことや、取れるようになった、うん、プライスです。このエビ天風ご飯なんですけど、バカ舌というか幸せ舌やから、このエビが冷凍ですよって言われても気づかん。クレイめっちゃプリプリやよね。でしかも昔なんか天丼とかが食べれやんくって、やっぱり天ぷらを置かずにご飯が食べれなかった。天ぷらは天ぷらみたいな、天ぷらとご飯では食べれへんかったけど、なんか今別にもその甘辛いタレにまとわれた衣で食べるご飯の美味しさに気づいた。あ確かに26の春作語やね。さっきの何がおかずにならないかについてちょっと討論しとったんやけど、コロッケが一番おかずにならんかなって思う。え、みんなさ、なりますか？コロッケおかずにご飯とってん。コロッケとかはめっちゃ好きなの。うん、わかる、うん。だから肉じゃがとかも、私はそうなんやけど、その、うん、肉じゃが自体めっちゃ好きなんやけど、単体で食べたくて、ご飯とは食べれやんっていうか、食べよう。なんか皆さんありますかね、何かこれをおかずに食べれないみたいなやつ、おかずなんやけどみたいな、うん、ね、気になる、うん、このエビ天風ご飯も、もう揚げやんでいいからめっちゃ簡単やし、調味料もお酒でエビ電子レンジでチンして、うん、でもめんつゆとかだけやからさ、でカリカリがさ好きな人はさ、さらに天かす、また後掛けしたら美味しいよね。もうこれもね、もうエビの群れにね当たったらね、よっしゃーってなるの。でも他のもうふわふわの天かすに当たってもよっしゃーってなるの。で卵のとこ当たってもよっしゃーってなる。だからもうね、何入ってもよっしゃーってなるの。全部よっしゃー。いや、でするに美味しい。それは言いたいだけ。最後の一口、ごちそうさまでした。美味しかった。よかった。あとこれなんかエビの他にもそのレシピサイトのところに別に旬の魚とか、あとイカとか、うん、キノコとか野菜とかも別に自分の好きなものをでもう代用できますみたいな感じで書いてあったから、めっちゃいいよね。エビが苦手な方でも違うものを使って、うん、代用できるし、てかいっぱいこれでレパートリーさ、うん、出るから、なんか天丼っていうか揚げ物とか食べたいなって思ったらできるから、うんうんうん。
いいなって思いました。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。それでは本日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいねと思ったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。言えた。